バドミントン界でどんどん無敵に近づいている奥原希望選手、意外と身長が低いと噂ですがどうなんでしょうか。足を怪我した経験があるにもかかわらず活躍し続ける奥原選手の凄さを改めてざっくり見ていきます。そしてキーパーソンである父親奥原圭永さんとの関係についてや蜂蜜のエピソードについても触れていきます。丸、目次、奥原希望、奥原希望のプロフィールや身長は、16歳8ヶ月で史上最年少の○○○○、足の怪我はどうなった、奥原希望の原点である父親奥原圭永の存在と祖父の蜂蜜って何、実は普通の女の子、 SNS でほっこりオフモードも見れる。まとめ、奥原希望、奥原希望のプロフィールや身長は、丸、名前、奥原希望、奥原希望、生年月日、1995年3月13日、出身地、長野県大町市、出身校、大町市立西灘台中学校、埼玉県立大宮東高校、所属、太陽ホールディングス、身長 156.3cm、利き腕、右、ニックネーム、億劫、趣味、食べ歩き、丸、公式サイトでは主な戦歴としてたくさんの優勝記録が記載されているのですが、なんとトップには小学6年生の頃の記録が、丸、2006年11月、小6、アジアユースジャパン優勝、丸、丸、いやーの、丸、丸、丸、あっさりしてルーわら。筆者が小学生の頃なんて、同級生の中で本気でプロの水泳選手を目指していた子が県大会で5位くらいになった時、すごいな、もう次元が違ってよくわからない。って思ってたんですが、奥原希望さん、大会名もう一回いきますよ。丸、丸、アジア、ユース、ジャパン、丸、丸、もう丸丸県とかじゃないんですよ。アジアでジャパンで優勝なんですよ、うるさい。しかも今の身長も 156.3cm と選手の中では小柄なのにさらに小さい小学6年生で、なんです。とにかく幼い頃から飛び抜けた存在だったみたいですね。丸、丸、丸、16歳8ヶ月で史上最年少の○○○○。足の怪我はどうなった？バドミントンは小学2年生から始めたという奥原選手。小学生、中学生、高校生とどこも輝かしい戦歴ばかりで一つのことに没頭して極めるって素敵ですね。あるレベルまではちゃちゃっといけちゃうとしてもそこから一つず抜けたレベルに行くことって難しくないですか？え、私だけ。丸、そんな奥原選手、なんと16歳で全日本女王となりました。丸、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 和を、真顔、丸、丸、丸、すみません。話が別次元すぎて書きながら感情が追いつきません。丸、丸、が、丸、丸、すごすぎませんか？丸、丸、しかもそれまでの全日本女王の記録って宮村愛子選手の18歳4ヶ月だったみたいなんです。記録の塗り替え方が半端じゃないですね、わら。普通の高校生活してて、もし自分の隣の席の子が16歳8ヶ月の全日本女王だったら、なんかもう感動しすぎて泣けます。丸、ちなみに奥原選手は高校生の時に左膝の半月板を損傷してるんだ。でも復帰後も何事もなかったかのようにバンバンすごい記録を出していってるよ。丸、そして現在は元所属先の日本ユニシスを退社し、2019年1月から個人でプロフェッショナルバドミントン選手として活躍しているようです。
理由は東京オリンピックに全てをかけて準備するためとのこと。ああコロナよ、丸、悲しいことに物議を醸してしまっている東京オリンピックですが、奥原選手が気持ちよく最高のプレーをするためにも、コロナができる限り早く落ち着いていくことを願います。丸、奥原のぞみの原点である父親奥原慶英の存在と祖父の蜂蜜って何？そして忘れてはいけないのが奥原選手の父親奥原慶永、奥原清永さんの存在。テレビで放映されたのもあり、ご存知の方も多いかもしれませんね。丸、もともと高校教員でバドミントン部の顧問だった慶永さん。奥原選手が遊びではなく大会のためとして練習することになった時からスパルタ教育が始まったようです。バドミントン部顧問の本領発揮ですね。そしてここから奥原選手はお父さんの影響でどんどん力をつけていきます。丸、高学年の頃の奥原選手はまだ身長約140センチメートルだったそうですが、小柄さにも負けず毎日1000本の厳しいラリーに励んでいたそうです。小学生とは。丸、そんな父親の名言とは。丸、奥原慶英、迷ったら厳しい道を行け。かっこいいですね。私も無理のない範囲でそんな風に生きていきたいです。無理のない厳しい道とは。丸、慶永さんによれば兄弟の中で希望さんが一番負けず嫌いらしいのですが、とはいえ本当に頑張り屋さんなんだなぁと感じさせられますよね。丸、過去に参加したオリンピックではおじいちゃんかの蜂蜜を持って行ったんだ。昔からおじいちゃんのお仕事を手伝って蜂蜜作りをしていたみたいで、絶対五輪に持って行きたいって思ってたんだって。丸、丸、実は普通の女の子。 SNS でほっこりオフモードも見れる。丸、そんな別世界の人感がありすぎる奥原選手ですが、意外と SNS をたくさん使っています。丸、ちなみにインスタグラムの投稿は最後まで遡るとあどけない写真がたくさんあります。丸、もちろん選手らしい様子の投稿が多いものの、たまに私生活感が出ている投稿もあって、選手だって一人の人間なんだなぁと実感できますわら。丸、気になるあの人との噂について詳しくはこちら、下向き矢印下向き矢印。奥原のぞみの年収が1000万、私服が可愛い、鈴木誠也との関係は？奥原のぞみさんといえば2017年のバドミントン世界選手権女子シングルスで日本人初優勝、そして BWF 世界ランキング最高位1位など輝かしい経歴を持つプロバドミントンプレイヤーです。そんな奥原のぞみさんの年収は？丸、丸、今回は大活躍中の奥原のぞみ選手についてやお父さんの存在、ハチミツパワーについてでした。記事が終わる前に奥原選手のインスタをご利用ししておこうと思います。何回も何回もスクロールしていくとだんだん普通の女の子感が強くなってくるんですよ。あら、もしかしたらもともとプライベートで使っていたアカウントなのかもしれません。丸、丸、読んでいただきありがとうございました。キャレットキャレット。